トレホン・デ・アルドス空軍基地は、スペイン・マドリード州、トレホン・デ・アルドスに所在するスペイン空軍の飛行条件民間空港。1996年までアメリカ合衆国空軍が使用していた。現在はスペイン空軍が使用しており、マドリード=トレホン空港として民間航空にも開放されている。また、トレホン・デ・アルドスには欧州連合衛星センターが所在している。冷戦時代、基地は在欧アメリカ空軍の第16空軍司令部が置かれ、第401戦術航空団が駐留していた。在欧アメリカ空軍にはトレホン空軍基地の他に、イタリアのアビアーノ空軍基地やトルコのインシルリク空軍基地が交代基地として割り当てられていた。また、トレホン基地は空輸と増援部隊用の兵站拠点として機能していたが、1992年5月21日に撤収している。当初、トレホン基地はスペイン国立航空宇宙技術研究所の本部が置かれていた。しかし、1953年9月26日に米西防衛協定が締結され、合意に基づき 13,400 フィート超の新滑走路の整備が開始される。コンクリート基板の 4,226 メートルの滑走路が造成され、戦略航空軍団用の支援及び避難施設が提供された。冷戦時代のトレホン基地は、サラゴサ空軍基地やモロン空軍基地と、並び在西アメリカ空軍の主要基地の一つとして機能していた。1987年に基地契約交渉が始まり、米軍はスペインでのプレゼンス縮小に難渋していた。在西米軍に対するスペインの基地反対運動には、スペイン社会労働党が支持していた。また、アメリカ合衆国との防衛協定については、旧フランコ政権下で結ばれていたため、旧政権の象徴的存在と化していた。多くのスペイン国民のために、米西二国間の歴史的痕跡を解決しきた大西洋条約機構との新たな枠組みを模索していた。NATO 加盟後の1986年には国会総選挙が実施され、社会労働党が与党第一党となった。一般投票の結果、スペイン政府は NATO 軍のために駐留アメリカ軍との縮小交渉に着手する。スペイン側は基地契約更新の条件として、ジェネラルダイナミクス F-16 戦闘機のトレホンからの撤収を要求し、そしてこの要求が受け入れられない場合は全スペインからアメリカ軍の駐留は認めないとした。アメリカ側は駐留部隊の規模を最小限度に抑える必要性に迫られた。これはスペインが NATO に加盟したことが要因としてあった。結局、イタリアのアビアーノ空軍基地が F-16 戦闘機の受け入れを示したものの移転費用はかさみ、そして部隊はワルシャワ条約機構軍の脅威にさらされる位置に置かれた。1988年1月にスペインとアメリカ合衆国は交渉が合意に達したと共同声明を発表した。これにより1991年中頃までに3年かけて F-16 戦闘機はトレホンから撤収するとされた。この措置により、在西アメリカ軍の半数が削減されると予想された。本協定の適用は1990年から1991年まで続いたクウェートでの湾岸危機及び湾岸戦争のために遅延する。第401戦術戦闘航空団は、緊急展開したアメリカ軍航空団の一つで、トルコのインシルリク空軍基地に、第612戦術戦闘飛行隊に展開させ、さらに、カタールには、ペルシャ湾諸国で最初に配備される部隊となる、第614戦術戦闘飛行隊をトレホンから展開させた。これらの部隊は、砂漠の盾作戦と砂漠の嵐作戦の発動間、多くの任務に従事している。1991年に、ペルシャ湾岸での戦争は終結し、そして計画に従い、トレホンからの鉄が再開された。同年6月28日に第613戦術戦闘飛行隊は非現役化され装備機はアメリカ本国へ送還された。第612戦術戦闘飛行隊は同年11月1日に第614戦術戦闘飛行隊は1992年1月1日に解体される。1988年の合意に基づき、1992年5月にアメリカ軍施設区域はスペイン政府に返還される。これにより、第401戦術航空団はイタリアのアビアーノ空軍基地に移転している。アメリカ軍のプレゼンスは減少するも、アメリカ航空宇宙局の緊急着陸場として維持するための小グループが展開しており、完全にアメリカ合衆国の影響が消えたわけではなかった。1990年代半ばには民間航空への開放が実施され、マドリード=トレホン空港と命名されて、民間部門施設はアエナの運営下に置かれる。ありがとうございます。